皆様どうもお疲れ様でした。トラさんまた振られて旅に出てしまいました。まあ海水浴場にね腹巻きを巻いて現れる男は普通いないと思うんですけども、トラさんね、なんでこう、毎回あんなに思ってるのに振られてしまうんですかね。今回2回も振られてちょっと散々でしたけどね。トラさんはどんなに相手のことを思っても、まあ相手の方が自分に気持ちがないとか、まあ、あるいは自分に気持ちがあってもトラさん自身がね身を引いてしまったりとか、トラさんの、ね、ポリシーっていうのは突き詰めると一つなんですね。他人の幸せ見るのが幸せっていうね、そういう男だからずっと相手のことを思ってる限り自分が幸せになれなかったりするんですけども、でも考えてみるとあれだけ振られたにもかかわらず、また恋をしてしまう、懲りずに今日は恋やつれでしたけどね。まあ、でもあれだけタフな人もまた珍しいんじゃないかな。もしかしたら恋をできることが一番、幸せなのことなのかなと、トラさんがもしかしたら一番幸せな男かもしれないなと、まあ、そんなことを思いながら今日は見ておりました。はい、そしてですね、ちょっとトークショーに行く前にですね、ちょっとインフォメーションがございます。本来今日はここで、CM を、流す予定だったんですが、ちょっとプロジェクターの、不調によりまして、ちょっとできなかったので私の口頭で申し上げます。いつもですね、この、後ろの方で毎回おいしい、コーシーを入れて、いるですね、コーシーを提供してくれている、小諸市の、ダントコーヒーさんというところがございます。ここでですね、6月の1日から、30日まで、バラ祭りというのが開催されております。期間中は、コーヒーセット500円のところ450円でご提供、ローズヒッティ500円のところ450円でご提供、ということで、ぜひバラと美味しいコーヒーを、飲みにダントコーヒー、ね、小諸の、とってもおしゃれな喫茶店でございます。皆様ぜひ足をお運びください。以上インフォメーションでございました。さあそれではですね、皆さん大変お待たせいたしました。本日、特別ゲストをお呼びしております。今日冒頭でも申し上げましたように茨城県、筑西市より、30名でですね、ご来場されました、バスツアーの、先導役でございます。トラさんの心を伝える会の、役者植木トラジローさんでございます。皆様拍手でお迎えください。どうぞ植木さん。はい、植木さん、はい、どうも今日は遠いところようこそいらっしゃいました。はい、どうもありがとうございます。はい、はいはい、どうもありがとうございます。こちらですね、ちょっとご紹介させていただきますけれども、今言ったようにトラさんの心を伝える会というね、茨城県は筑西市というところで、まあの仲間を中心に組んでいる会のその、リーダーでいいんですかね。はい、あ、私は、はい、まあリーダーが役者なんです。あ、役者なんですね。はい、はい、で今日はね、一番端に今座ってますけども、私らの会の会長さんで、はい、宮本克美さんも今日は、はい、あ、じゃあ宮本さんも、はい、よかったらどうぞ前の方で。はい、実はですね、私と、この植木さんとは、ただならぬ縁がございましてですね、このココトラという、ね、私たちの団体のですね、一番の、きっかけになった人物方でございます。数年前、今から4年前ですかね、トラさん会館がですね、ちょっと存亡の危機にあるという時に、いち早くその情報を私に、教えてくれたことによりまして、
あ、これは何とかしなくちゃということで、ココトラを立ち上げる経緯に至りました。だから、まあ、植木さんがいなければね、もしかしたらこのココトラもなかったかもしれないし、こうして上映会もなく、また上野寅さん会館も今頃ね、どこか別のところに、行っていたかもしれないということで、まあ言ってみれば小諸の、寅さん会館とココトラにとっての、まあ、大恩人と言ってもいい方ですね。はい、今日はありがとうございます。はい、あの植木さんはこの小諸に今日ツアーをね、まあ、30名連れてきてくださいましたけど、まあ、どんな思いで来てくださったんですかね。はい、よかったら、はい、あのおかけになって。あ、そうですか。はいはい、じゃあ、まあ、あのじゃあ会長ロディオにダウンです。まだ私が若いんで、ね、あ、今日はですね、はい、この上映会ね、いつも心に寅さんをということで、皆さんが一生懸命頑張って、なんかこう我々寅さん好きの会も、ここを応援できないかなって思っていまして、今日は吉野交通さんというね、1ヶ月前は、はいはい、1ヶ月前は、銀河鉄道さんというね、レトロなバスで、あの前回あの寄せてもらいましたけれども、今回はレトロなバスではなくて、近代的なサロンバス、トイレ付き、ね、ビアサーバー付き、もデラックスのバスで、今回は茨城の方からですね、茨城県と栃木県、あと茨城の外れ、千葉県の方の人も今日は来てるなと思うんですけども、私らの会の仲間である、そんな感じでね、ここへ駆けつけました。で、私とは今ね、一二さんと の出会いなんですけども、今からだいたい今のお話があったように4年前なんですけどね、この会館のオーナーであります井出聖華さんっていう方と、私が今からそうですね14、5年前になっちゃうかな、初めてここでこの上の会館の上で寅さんイベントをやらせていただいて、で私その頃に寅さんが始まった頃なんですね。私にとっては今から15、6年前になっちゃうんですけども、ここで寅さんの試験があった。でいろいろとその井出さんに教えてもらって、今日があると。でちなみに、まあ、それがきっかけなんですけど、今日皆さん見ていただいた映画恋やつれの中で、源ちゃん、うちらの会にも源ちゃんが、全部で源ちゃんね、寺男の源ちゃん、ずいぶんなんか でかい源ちゃんですね。この源ちゃんが今日映画の中で、あ、お前にも一つね、お土産が、あ、これせんべい余ってたってカバン開けたシーンあったでしょ。あの時のカバンが、ちょっと源ちゃん持ってきてくれる、あの時のカバンが今日ここにあります。映画の中で映った本物のカバンです。今日出てたカバンです、はい、そうです、今日出てたカバンです。へー、すごい、はい、このカバンは映画男はつらいよ恋やつれで実際に使われたカバンなんです、はい、今日皆さん映画の中で見てるんで、この蓋開けると今ちょっと中のね、だんだん疲れてきるもんですからね、一人で開いちゃうもんでね、ちょっと中はね、私の小道具が入ってるんですけども、で、あ、じゃあちょっと開けて、ね、ワンシーンで映ったシーンはまさにこのカバンなんです、はい、これは井出さんが元気だった時に、私にくれてくれたカバン、ちょうどここなんですね、映画の中で映った場所が、はい、見えますか ね、もう一回皆さん家にビデオ、ね、このDVD お持ちの方は今回の寅さんの恋やつで見ていただくと分かるんですけども、源ちゃんが鼻の頭をぶつけて、あ、お前にもせんべいになって言われて、せんべいやる瞬間にパッと映るのはここの分、実際に今ここに白く塗っちゃってますけども、映画の中では紫っぽく映っておりますね、はい、まあ、参考までに私のいただいたカバンでございます、はい、本物です、映画のカバンです。これはどういうルートで、はい、植木さんの手に渡ったかというと、だから井出聖華さんが本当は渥美さんから譲り受けたはずですよね。はい、それがなぜまた植木さん、はい、だからね、井出課長にね、寅さんはこうだよ、例えば背広を切るときにはね、襟を立てて着なさいよ、
ね、トラさんの背広の着こなし方っていうのがね、あるんだよって言われてね、あのよくよく見てみるとね、あの、映画のポスターね、映画のポスターよく見ると、あのトラさんの背広の着こなし方っていうと、必ず絵が立ってるんですね。はい、まあ、そういったことを真似したときにね、あの、井出さんとのお付き合いが原因で、お前にいいものをやると。ね、これも私のお宝でございます。はい、厚美さんから井出さんに、井出さんから井出さんに。はい、次は誰のもとに行くのかな、ね、でもう一つあの私が持っているあのお宝はもう一つあるんですけど、あの、小林幸子さんが厚美さんに送ったあの、厚美さんにプレゼントした自分の、 あの、なんていうんですか、CD、ね、それ十何曲が あの、あるんですけども、その十何曲全部井出さんが、私あのあん、ま、俺はあんまり小林幸子好きじゃないから、植木寅次郎お前にやるって言って、いいんですよね、それもちゃんとあの、ね、厚美さん、映画出演、私はとっても嬉しく思います。本当に映画に出させていただいてありがとうございます。小林幸子って書いてある、厚美清に書いた直筆のサインのものも、私のお宝として。はい、それそうすると、はい、それもまたすごいですね。厚美さんには小林さんは厚美さんに渡したものが厚美さんから井出さんに、で井出さんから植木さんに、そうすごい、はい、なんか本人の思いがどんどん遠くなってますよね。全部行き着くところが植木さんです、ね、私のお宝としてね、あの私 の、 あの、ね、大切なあの形で保管されております。小林幸子さんが知ったらね、あなたにあげた覚えはないわよ、そう言われちゃいますよね。なんであなた持ってるんだね、本当に、はい、そういう、そう、あ、ありがとうございました。はい、で、あの今あの会長さん、さっきからあのすいません、お元気でしょうか。大丈夫ですか。あの宮本さんですね。はい、あの、よかったらご紹介。会長をやっております宮本です。私は栃木県に来てまして、一応トラさんはあの茨城県なんですけどね、あの何かの縁でトラ、さんがということでね、今あのトラさんの心の支え会の会長をやっております。あのこれからもですね、またあのこの小室トラさん会館をこれからね、あの一員さんにやっていくということで、はい、あの私たちもぜひあの協力して、この小室をあの盛り上げたいと思いますので。よろしくお願いします。ありがとうございます。山本さんはあのあれですね、植木さんがまあ寅さんならば、あの今度来月から登場するなんか3代目のおいちゃんみたいなものです ね、 ね、ちょっとそういう面影ありませんか ね、 ね、下條さん、ね、まあ、あの今日は本当にありがとうございました。長くお元気でいてください。そしてですね、この両脇を固めていらっしゃるのがちょっと非常にあの威圧感があるんですけど、これどういうお方なんでしょうか、この方々は。はいはい、じゃあ、 あのね、一番端におりますね、この源ちゃんはあのインターネットにも出ておるんですけども、源ちゃんとしてではなくて丸谷日本一という部分でこの人が出ております。はい、源ちゃんご挨拶。めっちゃ怖いと得意の解説もやってもらって、お辞儀した時のスキンヘッドでも見せてみて。なんかあの植木さんと知り合っていきなりけんちゃんやったりして、それからずっと一緒でずっとやってます。お寺でやっぱりやってね、あの餅つき大会があってその時、やってね、次回からけんちゃんと役やろうって言われて、そのままずっと引きずってやっております。浜崎と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。川崎さん。そうです。はい、本業は何て言いましたか。ソラシです。ソラシです。ソラシって何ですか。聞いてる仕事でございます。ああ、ひとりさんってものですかね。平たく言うと。はい、一さんね、はい、この人はね、新幹線なんかのね、うん、あのね、新幹線が走ってる、路線に架線が来てるんですよね。うん、そこにあの枝がこう立
立て上がってやるかするとクレーンで上にぐーっと上がっていって新幹線を止めることなく枝を切るし、これが素晴らしい。そんなことをしてなかなかの技術。そう、すごい。こんな巨体で空中に浮いてる、はい、そうです。ボタンって落ちないこの人すごいです。木登りが得意ですね。木登りが得意です。丸太切り日本一です。インターネットで皆さん調べてくださいね。この風体ですごいですね。木がかわいそうです。あのね、筑波さんのガマガエル、そうですか。筑波さんのガマガエル、筑波さん名物、ガマ工場ですか。いやいや、全然違います。ガマ工場ね、なんかよかった。ガマじゃないでカエルです。得意なんですね。この風貌からは想像もつかない名映画がどんどん出てきますけどね。プロレスラーではないですね。わかりました。ありがとうございます。さあ、そしてこちらの、はい、またもう一人のなんか、はい、大きな電車ですけども、栃木県の小山市から来ました。原稿役やってですね。伊藤さんがやってました。原稿役を私が。そばさんのスーツはこれ浅草言ってるんですよね。はい、ね、私のこの斑点は、ね、どこにも売ってないんですよね。ね、佐田さんの奥さんが1枚斑点作ったのを見て、私はこれ自分で作って塗ったんですよね。塗ったばっかりにこれを着て、はい、やれって言われて、ずっとこの状態で、この帽子をみんな用意して、はい、原稿役をやらせていただいたんですね。柴又の寅さん記念館で、時々ね、柴又の寅さん記念館イベントをね、私らの会が配ってもらう時があるんで、その時にね、一番張り切ってね、やってくれる演者です。はい。そんなにね、活躍できないかと思うんですけども、皆さんよろしくお願いいたします。はい、と申します。はい、ありがとうございます。とっても丁寧な変ちゃんですね。ありがとうございます。しかしあれですね、植木さんに絡むとみんな元ちゃんにさせられちゃうんですか。そうですね。そうですね。皆さんで、ね、寅さん的が集まってくるんでね、なんとか私も寅さん、こっちの元ちゃんもね、この前亡くなっちゃった原一平さんってご存知ですか。方のね、車の運転手をやった元ちゃんで、まあ、原一平さんっていうのは、まあ日本にね、植木さんをはじめとして、いろんな寅さんの、まあ、そっくりさんがいるけど、結構先駆け的な人ですよね。そうですよね。そうですよね。渥美、はい、さんにも確か認められた寅さんのそっくりさんですね。はいはい、そうですね。確かに、佐藤さんのね、今日おいでいただいている佐藤さんも、ね、お話の中にあったように、原一平さんなんかが地方公演で来た時に、ね、原一平さんを駅まで送ったっていう。そしたら記念品にね、原一平さんからもらった寅さん人形、ね、今でも大事にしてる。へ、ね、そんな現状です。この人形はね、寅さん記念会館でもこの人形、貯金箱ですね。この貯金箱はもう寅さん記念会館の発売してないんですね。そうなんですね。大事に持ってるわけで、そうですね。1年後に寅さんに会って、はい、貯金箱大事に取ってありますよって言ったらね、俺そんな貯金箱あげたこと覚えないから知らないって言うんですよね。でも今寅さんからもらったんだけど大事に持てるんだって言って、なんでさ、この販売してない貯金箱、こちらから関さんって言うんですけどね。まず関さん、はい、松竹のファンクラブ、関さんね、ちょっと、ここで一回紹介しておきますかね。関さんもね、松竹にかつて寅さんの本当の、ね、公認のファンクラブがあった時の、はい、本当のファンの会員さんですよね。そうです、そうです。会員番号いつだっけ？646番です。はい、646番です。はい、これで渥美さんが亡くなった時に鎌倉シネマワールド、寅さんファンを集めてお別れ会をやったんですけども、その時ファンクラブに入っていたためにそのお別れ会の席上にすごい俳優さんとか報道陣とかいっぱいいる中入ることができたんですよね。
それがまあ私の今、その時写真もいっぱい撮ったんで、その時からこの写真も今、いつも持ってるんですけれども、私の宝になっております。今現在は、ウェキトル・サダオさん、トラさんのそっくりさんの広報部長を担当しています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。なぜね、今関さんを紹介したかというとですね、私もFacebook を個人的にやってまして、まあ、植木さんはじめちょっと何人かとつながってるんですがね、関さんはね、私の知り合いに全部友達申請をしてくるんですよ。ですからね、いいですか皆さん、関さんこの方です。はい、何人かね、Facebook からもやってる方はぜひ、はい、見ていただければ。よろしくお願いします。はい、無言でリクエストするとみんなびっくりしちゃいますので、一言、一員の知り合いだって言っていただくと、はい、みんな納得します。一員の知り合いでね。よろしくお願いいたします。分かりました。はい、もうね、最近2、3件ね、関さん、関何でした？関星光さんから、友達申請が来てるんですけど、よく見ると一井君と知り合いのようだけど、どういうお方ですか、ね、一言添えてください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、じゃあ植木さん、はい、まあ、そろそろ時間も差し迫ってまいりましたけどもね、はい、僕がお聞きしたいのはですね、はい、植木さんは、まあ、さっきも言いましたが、原一平さんはじめとして、はい、まあ、日本中に寅、はい、さんのね、はい、まあ、格好をしたそっくりさんとかね、はい、まあ、芸人さんがいる中で、はい、自分は、俺はなんだ、その芸人じゃないと、俺は、役者だとおっしゃってますよね、はい、俺は寅さんの心を体現する役者だと、はい、まあ、その心とは何でしょうか。はいはい、まあ、そうですね、今日の映画なんか特に私の今活動している、ね、寅さんの心を伝える会という、まあ、宮本会長も言ってます通りなんですけども、この今日の映画の中の恋やつれがそもそもの原点なんです。このカバンをもらったことも、このカバンも恋やつれからもらったカバンであり、江戸もよみをね、ご通行中の皆さん、とかく人生とは何かかく、そして長いものであります、あなたの生まれた星によって運命が定められておりますと言って、今日の映画のワンシーンで池のほとりで寅さん江戸も読みを売っておりましたけれども、私がまあ、やらせてもらっている寅さんの下手文字っていうのがあるんですね、はい、これは伊勢さんにも教わったんですけども、皆さん知ってると思うんですが、背景その後お変わりございませんかってハガキが映るシーンがよく映画の中で出るんですけども、中で倍賞千恵子さんが左手で汚く寅さんの字だっていう感じで左手で書いたり、あと露木浩二さんという役者仲間の人がおちゃらけて書いたっていう逸話があるそうなんですけども、寅さん学校を出てないというふうな形ね、字の書き順知らない、まあ学校は本人はちゃんと出てるんですけれども、映画の中ではねいい加減な男だっていうのが寅さんで、字の書き順を知らないということで、私が、まあ、これ私の一つの芸風になっちゃってるんですけども、一人一人のお名前をモチーフに歌を作って、ちょっと田中さん先ほどのあれ見せてもらっていいでしょうかね、皆さんにこれご披露しておきますけれども、はい、はい、どうぞ、はい、これちょっと遠い方ごめんなさいね、近くの方に見ていただきたいんですが、田中純子とここに書いてありますけれども、この田中純子さんっていう名前をモチーフにした歌なんです。しかも字の書き順は下から上に書いていく、これ俳優渥美清さんの好きな言葉ということで、吉村秀夫先生の本にも書いてあったんですけども、天に昇る龍のごとくで、渥美清さんというのは皆さん知ってるように昭和3年3月の10日に生まれています。今年生きてると87歳になります。本名田所康夫さんという人なんですけども、この渥美さんの好きな言葉というのは天に昇る龍のごとく、よく母親にもね、お前は
今はねまだ売れない役者だけども、いつかあの世民から顔を出して天を目指す、うんね、そういう天を目指して上に上がっていくんだよっていうふうなあのことをよく親からも言われた厚美さん、天に昇る辰のごとくっていうのは好きなことだということなんで、厚美清さんの、うんまあ、私が真似るのはその中でも車虎次郎という部分であの真似をさせていただくんですけども、人の名前をモチーフに歌にすると、でここに今日書いてあるこの歌は、絶えず流れる人生、絶えず流れる人生、中心揺るがず、これで田中なんです、中心揺るがず、準備整え、純子さんですから準備整え、目指す幸せ。人間というのはあの誰でも弱いものである。今日の寅さんの映画の中でもあの皆さんもつれつれ感じたかと思いますけれども、あの歌子ちゃんのおじいちゃんが一番皆さんに伝えたかったこと、まああのまあ、これはあの山田監督の思いなんでしょうけれども、うん、謝るのは、うん、私の方かもしれない、お前は自分の信じる道を堂々と自分らしく生きてきた、そういうことが私は嬉しいって言ってくれたあのセリフ、あれがあのまさにこの今の、まあ、ちょうど話が飛躍してしまうんですけども、現在の平成の時代の我々が寅さんの映画の中に置いてきちゃった、今はお父さんたちはお父さんたち、じいちゃんばあちゃんはじいちゃんばあちゃん、もうねイベント家族っていうふうなことを言われる昨今の時代、ね、昔はちゃんとお年寄りも、ね、家族の一員ということで、ね、お孫さんのお供りをするのはじいちゃんばあちゃんの仕事だったよ、今はねもう各家族という、これがいいのか悪いのか、まあ、ここで議論しても始まらない話なんですけれども、寅さんの映画、ね、あの佐藤さんもよくあの私も文化放送大好きで佐藤さんのコメントも聞かせてもらったり、佐藤さん の, あの出されてるデータはちゃんとあの私も常日頃思ってるんですけども、まさに寅さんっていうのは、ね、我々の人間の心の持ちよう をどうあるべきなのかっていうことを平成の時代になってもあの映画は、問いかけてくれてるんじゃないかな、まあ、そういったことを考えると、まあ、一人一人のお名前を平成の時代を生きる植木虎次郎の一つのパフォーマンス例としていきますと、車虎次郎の心を今の皆さん、私と会った皆さんにこういう名前の歌をプレゼントする、ね、で田中純子と書くと、ね、絶えず流れる人生、中心揺るがず、準備整え、目指す幸せ、子供の子というのを死と言います、ね、男子トイレ、女子トイレっていう時に男子女子って子供の子っていう時間でしょ、ね、だからこの場合はこの子供の子を幸せと呼んだ歌です、ね、まあ、こういうことをね、あの我々寅さんの心を使える会は全国でこういうものを皆さんにプレゼントしてる、あの大きな 3.11 の大きな災害があった時に、あの寅さん会のみんなの結集で、映画屋さんを連れてって、そして今日見たようなあの映画を、あの被災地だった石巻へね、もう4回ほどあのいろんなものを支援物資を持っていって、なおかつあの皆さんが体育館で避難している方の段ボールの壁に皆さんにこれをあの私が書いた、涙ながらに、ね、あの皆さん喜んでくれました。だから、まあ、寅さんの心を伝えるということで私らの会は全国活動をやっております。まあ、そんな話でございます。ありがとうございます。はい、素晴らしいですね。はい、ありがとうございました。あの今のこの名前の文章をこの中でもらったことある方もいるのかな？もらったことある方いるか、はい、もう結構いますね。まあ、茨城筑西の方はね、大体でしょうけど、はい、筑西以外の方でもらったことある方います？お、はい、お、何人かいますね。はい、ありがとうございます。あ、いますね。あの、調布なんですよ。お、はい、あ、東京からのね。で、はい、でこの前に、はい、電車の、あの、旅で出て、うん、で、今日は2回目でやらせてもらって、はいはい、で、その前にやらせたときに、ちょうど会社のあれと、うちの会社と自分の名前と一緒に両方いただきました。
あの、あの指輪を作ってくれた社長さんです。あ、そうなの。ね、トラさんの金の指輪ですね。今日一緒に来られたわけですか。あ、あの一緒でバスで来ちゃった。東京、東京から来てもらった。東京から。はい。わざわざ茨城に行って。ね。三時に起きて。あ、そうなんですか。あ、じゃあ社長さん、あの今度からですね、もっと近いバスがあるんです。あの。もっと近い銀河鉄道という、東村山から乗れるバスがあります。今度来るときそちらご利用されるとよろしいかと思います。ダメですか。茨城マジじゃないとダメ。そうだね。いや、それなんでかというと銀河鉄道はレトロなバスで、ね、昔のバスなんですけど、今日のバスに乗っちゃうともうあの乗れないって言われて、申し訳ない。それはね、あのまあよしやし、はい、よしありますけどね、レトロなバスによって、ね、そうそうそう、ね、あのこの寅さんのね、時代を体験したいという人もいるかもしれないですけど、そうです、そうです、そういう方はぜひ ね、あの、はい、また茨城に、だから今日ご来場の皆様、茨城にね、近い方は、植木さんのね、はい、橋の交通さん、ね、はいはい、そして東京近県の方はあの銀河鉄道という ね、レトロバス、ね、はい、あのぜひあの、その関東圏のお知り合いにぜひあのご紹介ください。銀河鉄道か吉野交通、はい、それとね、はい、もう一つ、はい、あのね、これまであの水面下なんですよ。この間ね、会議がありまして、あの8月から茨城県の関東鉄道株式会社という大きなバス会社があります。もうバスとあの汽車を走らせてるんですけども、その会社の方の企画課とこの間あのまだ水面下で一応立ち上げる話があのほぼ決まっておりまして、8月からこのココトラに、ね、協力するという形で毎週土曜日、ね、佐藤さんが言ってくれたあの、ね、映画48本をフィルムでバスに乗って見に行こうよって、ね、銀河鉄道さんがあの走ってくれるように、茨城県の大手の会社があのこの話に乗りますということになりまして、8月からはあの毎回茨城県のお客さんをいろんなあのいろんな市がありますけどね、茨城県筑西市があったり取手市があったり水戸市があったりということで、各営業所からバスで来る、そうですね、森屋市ももちろんですね、はい、もう今一番栄えるところですから、そういうところにあるバスの営業所から、ね、トラさんのロケ地巡りバスツアーというのが8月から始まります。そのバスツアーのイベントキャラクターに、あのこの間あの関東鉄道の本社の企画課とあのこの間打ち合わせがありまして、8月からそれが実現するということになりますと、このココトラプロジェクトに関東鉄道は銀河鉄道さんと同じようにお客さんをこっちに運んでくるよと、そういったことをあのこの間話しました。したがってこの会館ができて今年でちょうど20年です。平成7年の6月の10日にこの会館が作られております。俳優渥美清さんもがんの体を抑えながらお医者さんに、ね、あの外出許可をもらってこの会館のオープンセレモニーに渥美さんは一言言っております。本当に素晴らしいものできて皆さん本当にありがとうございますというお言葉を渥美さん残しております。はい、まあ、そういうふうなね、あの市民である年なんですけども、今年でこの会館ができて6月の10日でちょうど20年です。はい、そして来年いよいよ復活、はい、そうですね、はい、しかも渥美さんが亡くなって来年でね20年ですよね。ああ、そうなんですか。はい、すごいな。佐藤さん、そうですよね。あ、はい、渥美清さん亡くなったのが平成8年の8月の4日に亡くなっておりますから、来年でちょうど20年。あ、そうか。はい、あ、ね、いや、ご縁ですね。はい、ご縁ですよね。今日皆さんと一緒に、ね、佐藤さん一言、はい、前お願いしますよ。あ、ね、はい、じゃあの先ほどから一生懸命声かけてくださってる、はい、あの、いや、もうね、ココトラでは、あのもうおなじみの、娯楽映画研究家佐藤俊明さんです。拍手でお出迎えください。一応皆さんね、文化放送でもね、はい、この人を見てますからね、はい、もうこの人を置いて佐藤さん語れない。ありがとうございます。夢のコラボでございます。いやね、はい、すごいね、もう
もう全身からこう発する何かがね、トラさんを超えた何かをね、そうですね、そうですね。で、まあ、本当に実はおめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、今ね、ちょうど会館が来年オープンですね、はい、あの運営のことだがっていうこと。これはね、中学生、高校生で好きな女の子に告白をして、付き合うことが決まった、この段階、こっから先ですよ。これから恋愛をして、なるほど。で、ゴールインまで頑張っていく。はい、それは僕らがみんな、ね、交際がスタートしたってことですかね。そう。あの告白して、OK もらった。OK もらった。そうですからですよ。なんで僕らの精神性というかね、できることをみんなそれぞれができることをボートだ、そして黒さん会館ね、安住さんや井出さんの思いに、あの僕らを思いにを巡らせながら多分応援していきたいということがありがとうございます。はい、いろんな持ち屋さんがね、いらっしゃいますからね。はい、うん、皆様、我々の恋の行く末をぜひお守り、お守りください。で、ここの、来年会館が再オープンすると、この月1回のイベントというのがメインアトラクションの一つになります。今までは再開を目標として皆さんで上映をしてきた。今度は再開した後は、多分会館で今までなかったことは、トラさんに会える。本物の映画を見ることができるということで、月に1回のすごい名物とかなっていると思います。で、フィルムで見るということは、ほとんど今デジタルです。東京の松竹の試写室もフィルムはもうかけられません。ですからフィルムの寅さんはここじゃないと見れない。おー、ここじゃないと見れないがこことだと。おー、整いました。整いました。そうですね、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、本日あの佐藤さんちょっと残っていただいて、本日ですね、茨城県筑西市よりをはじめとして、吉野交通の、ね、はい、バスに乗って来られた、トラさんの心を伝える会のトラさんとその仲間たちにもう一度盛大な拍手を。ありがとうございました。おー、すごい、ありがとうございました。ぜひまたあの小諸に、足を運んでください。本当にありがとうございました。さあ、それではですね、皆様ちょっとお席を立つ前に、こちら娯楽映画研究家こと佐藤俊明さんはなんと日本でもナンバーワンと言ってもいいかもしれない寅さん博士でございます。この方から次回の見どころを、簡単にご紹介いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、受けたまりました。はい、次回は第14作、はい、男はつらつらりの子守り。今日最後に、そうそうそう、今日13作の最後に、歌子さん、藤倉学園、大島藤倉学園で終わりますね。その後、歌子さんどうなったんだろうと思いますよね。リリーさんも4回出ました。歌子さん実は3回目に企画されてたんです。で、藤倉学園で島のね、で、また寅さんと再会するっていう話が用意されたんですけど、吉永さんのスケジュールと撮影スケジュールが合わなくて、実現できた。で、もう一回吉永さんの方が、トラさん最後にね、あの晩年ですけど、あの出たいということがあったけども、やっぱりちょっとスケジュールだって話があって、その吉永さんにとって山田洋次監督が、今まさしく、今年12月公開の最新作、母と暮らせばいい、吉永さん主演、山田洋次監督で、今撮影が進行しております。ですから、今年の年末は山田監督と吉永さんの最新作、今日29歳の吉永さん、それから月日が経ちました、何歳とは申しませんけど、あの戦後70年の、ね、記念すべき山崎原爆をテーマにした素晴らしい作品が撮っています。そちらを皆さん応援してます。すごい、今ということで小諸で初めて流れた情報です。最新情報、はい、最新情報ですね。皆さん、次回のトラジドの子守唄ですね、4作で、なんとトラさんが子供を、ね、赤ちゃんを背負ってトラに帰ってきてしまいます。ロケ先は、佐賀県の唐津、ね、呼子港のストリップ劇場で、出会った、まあ、あの男やもめと赤ちゃん、そしてストリッパーとのこう、ね、遥かませないんですけど、心の交流があります。赤ちゃんについたトラさんが、赤ちゃんが熱を出しています。そこに現れたのが、十和田幸男さん演じるマドンナ北見京子さん、吉田病院という
柴又にある吉田病院の看護師さん、撮影はね、柴又じゃなくて、天井の方なんですけども、実際に吉田病院、今でもあります、同じ名前で、形成設計も含めて、そして、今日の歌子さんも、もうアラサーの女性の自立を描いたものですね。で、男しかいわ、実はこの辺りから女性がなっています。次の虎次郎子守唄は、自立する女性、看護師さん、アラサーになってしまった看護師さんが、結婚という問題と仕事という問題を考えながら、女性の本当の幸せは何だろう、1974年当時の女性の一つの生き方を提示した作品として僕は見ていますので、虎家幸代さんがものすごく美しいです。虎家さんは松竹映画赤春町でデビューしてから、本当に久しぶりにね、昭和35年デビューしてますから、久しぶりの松竹の出演だったので、まあ、そのあたりも、お見逃しなく、僕好きな作品です。上條恒彦さんがね、いい役で、大川弥太郎というので、どんな役かはご覧いただくということで、ぜひお楽しみにしてください。はい、で次回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よかったですね。どうもありがとうございました。はい、もう一度佐藤俊明さんに大きな拍手を。そしてですね、今日13作を迎えましたけれどもですね、なんとですね、トラさん前作フィルムで見よう会は昨年の6月から第2作から始まったんですけれども、まあ、1作はその一昨年に1本だけ単発で第1話をやったので、まあ、去年の2作目から前作見よう会ということで月1でやってきたんですけど、なんと、今日ですね、この、13作目でね、解禁賞の方がね、3名いたんですよ、コンプリートした方が。ね、まあ、ちょっと誰とは言いませんけども、3名います。はい、そして皆様にお約束しておりました、毎回来るともらえるスタンプカード、これ12個集めるとですね、ココトラより、まあ、ちょっとしたね、プレゼントをして差し上げますと申し上げましたがですね、もういいですか？すいません。今日ですね、祝12回、通ってくださりありがとうございましたということで、ココトラからのプレゼントは、1年間有効の、トラさん全速フィルムで美容会の、無料鑑賞券でございます、はい。これですね、せっかく12回も通ってくださったんでね、1回ぐらいはね、ぜひ無料で楽しんでいただきたいなというね、メンバーの、総意で決まりまして、そしてですね、この半券を切り取りますと、右側の方はね、本に挟めるしおりにも使えるように、デザインがされております。はい、ぜひ皆さん、まず第1回目のコンプリートの、品はこの、1年間有効の無料券となりますので、皆さんもぜひ、足を運んでください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日も、長丁場に渡りまして、ご来場誠にありがとうございました。次回、6月の、6月の13日、第14作虎次郎子守唄。